割と昨日黒板の使い方をお話しまして、それでその日本史の菅野裕子さんっていう人のね、話をしましたけれども、その菅野裕子さんがどういう人かってことをちょっと触れるとですね、なんかね、これちょっと衝撃だったのは、まあ菅野裕子さんってまあ80年代、90年代に一世風靡したって言いましたけど、あるところに書いてあったこの菅野裕子さんのこの経歴が、 経歴なんですけど、早稲田ゼミナール武蔵高等予備校代々木ゼミナールの講師としての教団活動と10年に及ぶ大学受験ラジオ講座講師かっこ大文社などを経て現在は代々木ゼミナール個別指導スクール講師教団講義では立体パネルと呼ばれる独自の教授法を開発展開し従来の受験日本史会に風穴を開けた著書多数でこれはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです という説明がついていて、これだから多分ね、90年、90何年とか2000年ちょいぐらいに出た本の、えー、と紹介文なんですよ。ジョニーに書いてあった紹介文なんですよ。で、あの今の説明を聞いて、予備校業界のことがわからない方だと、なんかあんまりこうピンとこないと思うんですけど、僕が一番注目してるのは、代々木ゼミナールの講師として、 なんとかなんとかを経て、現在は余儀ゼミナール個別指導スクール講師って、ここなんですよ。これが意味するところ分かりますこれ、すごく、あの、ものすごい菅野さんに失礼なことかもしれないし、菅野さんに失礼なことで、あれなんですけど、これ要するに、あの、日本史の先生なんですけれど、今では菅野さんの教え方は受けてないって意味なんですよ。 どういうことかっていうと、あのー、予備校の先生って、まあ、集団授業と個別授業がありますとで集団と個別はどっちがギャラがいいかっつったら集団なんですよ圧倒的に集団なんですよで集団の方で、まあ、例えば1対100とか1対200とかねよゼミだと多分300人ぐらい入る教室があったと思うんですけどそういうところでやるとそこに例えば300人満帆になるみたいなことも 当時はザラにあったので、まあ、一回授業をやるだけで、まあ、何十万、何百、何百万いかないか、何十万円っていうさ、収入が出るわけよ。だから、当時は、年収1億みたいな予備校の先生も多分いっぱいいたし、多分菅野さん、菅野さんクラスだと多分1億もらってたと思うんですよ。で、とにかくそういう風に、人気が出てくる先生っていうのは、ギャラが上がってくるわけですよ。まあ、あの、ギャラを上げないとどうなるかっていうと、他の予備校に引き抜かれたりするわけよ。 だから、他に移らないようにするために、ギャラを上げていくわけよ。で、まあ、講師の側も、まあ、菅野さんがそうかは別にして、講師の側も、まあ、ギャラを上げてくれみたいな交渉をし始めるわけよ。で、どんどんギャラが上がっていくと。で、ところが、予備校業界って結構、こう、出入りが激しいというか、流行り、流行っていたものが流行らなくなるみたいなことも結構サイクルが早いわけよ。だから、実際に、 大手予備校とかの、まあ、いろんな科目の売れてるという人たちを見てみると50代とか60代の人ってほとんどいないのね。 で、それやっぱり若い人の方がパワーがあるというか、まあ、あの、新しい教え方が出てきてみんなそっちに行くとかね、いうこともあったりして、あの、菅野さんは黒板の使い方はすごい独特で、まあ、それは開発というか発明とかいう、なんだっけ、開発か、いう言葉が使われていてその通りだと思いますけれども、喋り方ね、菅野さんの喋り方は YouTube に違法なアップロードが載ってますけれども、あの、すっごい穏やかな喋り方をするんですよ。 だからその、あの、予備校で売れる人の喋り方ってちょっと癖があるというか、もう好き嫌いがはっきりするような喋り方なんですよね。菅野さんの喋り方ってどっちかっていうと大学教員の穏やかな喋り方に近いんで、そこは正直受けなかったと思うんですよ。で、まあその後に、まあヨゼミの日本史って、まあいろいろね、あの、有名な人出てきましたから、そういった人たちに、まあ抜かれていくわけですよ。 人気の面で。あとは、あのー、運営する側も、その高いギャラを払い続けるっていう、まあ本音としてはやりたくないわけよ。だから、追い抜かれていくと、その前に売れてた人たちはどん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 こう、追いやられていくと。で、最終的に、まあそういう個別みたいなところに行ってしまうみたいなこともあると思うんですね。だからもう、菅野さんがそうとは限りないけれども、ヨゼミメインにはもういないっぽいんですよ。今調べたら。 で、個別指導スクールには今日、2020年2月現在はいました。名前というか写真が載っていてあ、結構古い写真やなと思ったけど、載ってました。だからそうやってこの、 業界の中でもそのトップであり続けいうのは難しくて、多くの人は結構こう、なんていうのかな、急に人気が出てこう絞んでいくっていうところがあるんで、まあ、あの大学教員ってそういうのはあんまりないけれど、でも絶えずこういろんなことをアップデートしていかないといけないですよね。その教える、教える内容についてもそうやし、教え方そのものについてもアップデートしていく必要があるかなっていうのは、すごく痛感しましたね。だからこのよこ、僕はすごくこの個別指導スクール講師っていう いう肩書きを見て、ね、まああのー、さっき話したような状況を僕はあのー、予備校業界のことをまあある程度知ってる人なんでまあそらそうなるかって思うけれどもでも残念ではあるよなまあ多分この菅野さんの影響を受けてる人って相当いると思うんでなんか同じように僕と同じように感じてる人もいっぱいいるんじゃないかなって思うんですけどねでもまあ僕はあのー、今の今いるところで こう知識をさ、アップデートするとかね、いうことを続けないといけないよね。ほんじゃまた